ー、本当にね、最近ね、草刈民夫写真集くんに対してね、はい、すっげえいろいろね、お便りが。マジっすか、すごいですよ。しゃ、ありがとう、みんな。皆さんおはようございます。ギフト山さんサクサクへようこそ。お初登場なのにすぐ屋根の上にも溶け込んで、すごく好印象でした。うん、写真を見るまでは。どういうこと、どういうこと。なんか、イケメンだと分かってから、声も喋り方も、話す内容も、全部鼻についてきました。やめてよー、そんなこと。彼は男子ね、男子。男子か。カンカンさんの入った風呂の残り湯みたいな、顔の俺としては。何それ、カンカンかわいそう、カンカン。見てるから多分。腹立ちます。あと、人見知りしない、特に女子に対して人見知りしないやつはすげえ腹立ちます。これから女子のサクサカーにワーキャー言われるんでしょうよ。フランスパンをそばのように愛して食べさせたいとか言われるんでしょうよ。ほら、うん、完全な逆恨みなんですけどね。どうかお笑い、おっさんのひがみですよ。ゆくゆくあざらく、ゆくゆくダメなく、どうかお笑い界で3本の指に入るつまらない芸人になりますように。逆に嬉しいな。どういじればいいかわからないので、こんな感じにしてみました。ギフトさんよろしくお願いしますと。はい、何ですか。まあだからほら、あ、それね、うん、こうちょっととりあえず悪態をついてみたけども、いやいやいや、すごいいい感じで拾ってくださいと。ありがとうございます。なんかみんなね、ちょっと俺たちもちょっと歓喜余って写真出た時言っちゃったけど、それほどイケメンじゃないよ。本当そうよ。うん、だから確かに、うん、がっかりされちゃいますからね、実際会うとね。はい、そうでもね、そうでもなくねみたいな。そうでもないですから本当に。うん、何なんだろうね。いやでもちょっとはいいとこもありますよ。うん、あとね、例えば、はい、例えばどういうところ。例えば目がすごい綺麗なんですよ僕。うん、あピカピカしてる。ピカピカパンツの間とかね。あと唇がねタラコでね、うん、このなんかあの唇タンバリンってできるんですよ。あ、これはちょっとカットになったと思うんですけどもね。あとはいや今の面白かったぞ。僕人見知りなんですよ、うん、結構実は。え、そうでしょ。そうかな。みんな知ってるでしょ、住人の皆さん。うん、そうだっけ、うん、人見知りだけどでもそれを頑張って克服しようとする感じ、ね、そこが愛されちゃうんだね。あー、またちょっと怒りバロメーター上がった 今ね、うん、ごめんね、なんか俺ね知らない間にね人に嫌われてるパターンあるんだよね。敵作っちゃう。かわいそう。うん、まあね、いった感じでございまして、よろしくお願いします。今後もね、また何かギフト君っていうか草刈民夫写真集君にね、はい、なんかあればどんどんとぜひぜひこちらの方に送っていただきたいと思います。お待ちしてます。といったわけで、じゃあ今日のところはこの辺で、また明日。